どうもこんにちは、ママジョイチエコです。皆さんは母乳育児をしていますか？ある日本人の妊婦さんへのアンケートでは 90% 以上の妊婦さんが母乳で育てたいと回答したそうです。厚生労働省の調査によると、2015年の1ヶ月健診での母乳栄養率は 51.3% で、混合栄養が 45.2% であり、何らかの形で母乳育児をしているっていう女性は約 96% もいました。日本では母乳育児を長期にわたって行う率が高いとされています。子供が1歳で母乳を飲んでいる割合は 60% 程度と、他の先進諸国と比較しても結構高くなっています。さて、母乳育児って性生活にどんな影響があるのかなって思ったりしませんか？今日はそれについてお話ししていきます。授乳に関連するホルモンで代表的なものには、プロラクチンとオキシトシンというものがあります。皆さんも聞いたことがあるかもしれませんね。まずプロラクチンについてですが、プロラクチンは妊娠中の乳房の発育などに重要な役割を果たします。出産直後に一気にたくさん出て、その後ゆっくりと少なくなってくると言われています。おっぱいがしっかり出るのに重要なホルモンです。授乳しなかったら産後2週間ぐらいで元の状態まで戻るというふうに言われています。このプロラクチンがあることによって、卵巣からのアンドロゲンやエストロゲンといったホルモン分泌が抑えられます。カタカナばっかりでちょっとややこしくなってきましたね。ちょっと簡単にしていきましょう。おっぱいを出すためのホルモンがあることで、卵巣からの女性ホルモンや男性ホルモンが出にくくなるということです。女性ホルモンが少なくなると、おばあちゃんになった時のように膣が濡れにくくなって萎縮するため、性行為で痛みを感じやすくなると言われています。また男性ホルモンが少なくなると性欲が低下するとも言われています。性欲の低下についてはホルモンの影響だけではなくて、性行為での痛みだったり、産後に何回も授乳が必要だったりして赤ちゃんに振り回されて疲れちゃったりっていうようなことも原因になると言われています。続いてオキシトシンですね。オキシトシンはおっぱいを作るホルモンですが、子宮収縮を促す作用もあるので、妊娠中に聞いたことがある方もおられるかもしれません。赤ちゃんがおっぱいを吸う刺激で出てくるだけではなく、赤ちゃんのことを考えたり、泣き声を聞いたり、匂いを嗅いだだけでもおっぱいが出てきたりします。赤ちゃんの泣き声に反応しておっぱいが出てきちゃって、ブラジャーが濡れちゃったみたいな経験したことある人もいるかと思われます。オキシトシンは幸せホルモンとも言われていて、穏やかな気持ちになったり、愛しているのを実感できたりっていうような作用もあるのですが、痛みを強く感じやすくなるとも言われています。濃厚な触れ合いやキスで男女ともに性行為の間にはオキシトシンがたくさん分泌されます。オルガズムではもっとたくさんのオキシトシンが分泌されます。授乳中の女性の中には、性行為の時におっぱいがピューって出ちゃったっていう経験をしたことがある人もいるかと思います。さて、授乳中は先ほど言ったように膣が乾きやすかったり、性行為での痛みが出やすかったりします。ただこの変化は個人差が多いというふうに言われています。全く平気な場合もあるでしょう。痛みが強い場合には潤滑剤と言われるものを使うと良いでしょう。薬局などで市販されていますので手に入りやすいと思います。Amazon で通販などもできますので、リンク下に貼っておきますね。挿入の時だけではなくって、前戯の時にも使うといいというふうに言われています。授乳中には性行為でおっぱいがピューって出ちゃうことがあるのですが、対応策としては性行為の前に授乳を済ませておいたり、母乳パッドを用意しておいてもいいかもしれません。おっぱい、特に乳頭の部分は敏感になっているので、前戯で乳房を触られたりキスされたりするのが気持ち悪いと感じる女性もいます。その場合はパートナーにあらかじめ触らないようにって約束するなど、話し合いを持っておくといいですね。性欲が低下してしまうことについては、カップルで話し合える関係性が大事です。
ホルモンの変化や性行為での痛みで性欲が低下してしまったり、赤ちゃんのお世話で疲労して性行為どころじゃなくなるっていうこともよくあることです。性行為以外にも触れ合いを持つなど多様な性生活を楽しむようにしてみましょう。さて、授乳に大事なホルモンオキシトシンですが、このホルモンによって子宮の収縮を伴うオルガズムのような感覚を自覚する女性もいます。性的な快感とまでは言わないまでも、パンパンに張ったおっぱいから乳汁が吸い取られる、なんともすっきりした心地よさを感じることは結構あったりするかと思います。女性は赤ちゃんにおっぱいをあげたり、お世話のために赤ちゃんと触れ合ったりっていう時間も長いですので、もうこれ以上体の接触はいらないって感じてしまう女性もいます。ただパートナーはスキンシップ不足で赤ちゃんに焼きもちを焼いてしまったり、不満に思ったりすることもあります。お互いの状況を分かり合えるために性行為が面倒でもハグするとか、いろいろ方法あるので試してみるといいでしょう。ママジョイチエコチャンネルでは、すべての女性に美と健康をということをテーマに有益な情報を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。